素敵な笑顔の奥には、はい、スーパーポジティブティーチャー福地です。昨日ですね、来ていただいたお客様で明日に向かって乾杯というのをですね、みんなでやったんですよ。はい、どういうものかといったら、明日に向かって自分へのメッセージを言うという、そういう乾杯なんですね。で、そこで話してくれた方で、いつもとっても素敵な笑顔で、いつも明るくて、いつも周りの人に気を使えるような本当に素敵な女性の方がいるんですけども、まあ、その方がですね、この明日に向かってのメッセージの時に、その方のですね、今抱えている深い問題、かなりセンシティブな話をですね、してくれて、いつもとっても笑顔で素敵なのに、涙がね、止まらなくなってしまって、その深い自分の今の現状の話をしてくれました。一緒にいたね、メンバーももらい泣きしちゃうぐらいね、本当にこう、その方の深い深い部分のお話だったんですけども、ずっとね、その素敵な笑顔の奥には、その今の抱えている問題、それも解決できるかどうかもわからない、本当にかなりセンシティブなですね、問題の部分があって、それをみんなに告白した時に、いつもね、そこと向き合わなきゃいけないと思ってたけど、でもそことね、向き合うとこうやって感情的に涙が止まらなくなってしまう、それを分かってるからこそ、いつもその方は笑顔で明るく振る舞ってたんですね。僕もずっと、なんでこんなこの人は笑顔で明るいのかなとか思ってたんですけども、その理由がそれで分かって、よりその方のことをですね、あ、もっともっと本当に素敵な方だなと思ったし、そこに一緒にいたメンバーももっともっとその人のことを好きになってしまいました。そうやってね、人には見えてる表面の部分と、あと見えてない深い深いですね、いろんな過去だとか今抱えてる現状だとか、そういうものがあるんですね。でもその方はそれ以降ずっと終始ですね、涙が止まらなくて、きっとね、ようやく本当の自分を見せれた、ようやくこの自分が抱えている問題を一人だけの問題じゃなくて、みんなの共有した問題としてようやく話せた、自分の素の一番深い深い部分の自分を出せた、それがきっとその方はすごく安心したんじゃないかな、ようやくこの問題をこの場所で言えたんだと。誰でも彼でもね、こういう話をすればいいっていうわけではなく、本当にこの人たちだったらこの話できると思って、いつも笑顔で明るいね、あえてそれを作っていた部分を全て深い部分も話したことによって、涙としてね、もうずっと号泣でした、その方は。でもそれを聞いた仲間はすごく嬉しかったです。そうやって、まあ、僕にもそうだし、でここに来てくれるいつも楽しいね、思いやりのメンバーも実はものすごいね、辛いね思いを持ってたり、過去を持ってたり、今問題と直面してたりするわけなんですね。でその中でこうやってそういう部分も話せる仲間がいてもらえることはすごく僕は幸せなことだと思うし、そういうやっぱ深いところまでね、話せる仲になったら嬉しいですよね。僕はこのお店でそういう風な場面に何度か会う機会がですね、あるんですけども、まあそういう時はすごくありがとうって思います。よくそんな辛いこと言ってくれて、ね、ありがとうって、そんなね、そんな深いところまで話してくれたんだ、ありがとうって思います。人間ね、強そうで強くないですよ。一人で生きていけるようで、一人で生きていけないし、いくらでもね、自分のね、キャラクターを作ることだってできる。僕もそうです。
ポジティブ居酒屋をオープンした時はもう超スーパーポジティブチティーチャーです私はって言って、自分のね弱い部分を一切見せませんでした。でそうすればするほど辛くなってくるんですよ。で僕はオープンして2年半ぐらいでようやくその自分と向き合って認めることにしました。実はネガティブなんです。だけどポジティブになりたくてそれを選択してたら今幸せな自分がいるんです。でもネガティブも悪いわけじゃないんですと。家に帰ったら全然喋らないこともざらになります。でもそれも自分だし、でもこうやってポジティブを選択してるのも自分だし、どっちの自分も好きだし、そうやって自分の弱いところとか自分が偽ってた部分を認めてそれをさらけ出すことによって逆にお客様との距離が近づいたようなそんな気が僕はします。この明日に向かって乾杯というものでその方のその深い部分を聞けて、こういう乾杯というもので一つのキーワードをみんなで話すというのは普段ね聞けなかった話、普段言えないようなこともこの乾杯で言えたりするので本当にやってよかったなと思いますし、やっぱり自分と向き合って辛い部分ね、もちろんキャラを作りたくなる部分もあるし、それがね相手に対する思いやりの部分でもあるんですけども、さらにそこで深い部分の今の自分の悩みとかそういうものをですね共有することによって聞いてる方はすごくその人との距離は近づくし、言ってる方もようやく解放されるじゃないけど自分ごとからようやく共有したことによってその方っていうのはすごく心の中のものが少しスーッとね、少しこうそれを言うことによって自分が抱えているものを少しだけ減らすことができるんじゃないかなと僕はそう思ってですね、きっとこの毎日ポジティブを見ている方々もいろいろ悩んでね、この毎日ポジティブを見ている方もいらっしゃると思うし、今はめちゃめちゃ幸せなんですっていうね、もう胸張って言えますっていう人もいます。いろんな方々いる。でもこうやって心にですね深い部分でこう問題を抱えている方もいるんです。そういう方もいて、でもしこの人だったら話せるという人にはぜひともその話をして、そして自分の心を少しだけでもね軽くできたら嬉しいし、自分はそういう存在でありたいなと思います。今日はそんなことを感じたのでこんなお話をさせていただきました。以上毎日ポジティブ557回目でございました。ご視聴ありがとうございます。